これごめんなさいね、馬馬ってやっぱ1キロ2キロ重い状態で乗っちゃうと、馬の負担ってその1キロ2キロでも全然違うもんなんですか？全然違いますし、でもレースに、そのレースによって筋量決まってるんで、うん、その体重で乗らなきゃいけないんで。ですよね。だから一緒なんですよ。でもちょっと軽くなるときとか、あの減量の機種が2キロ、3キロから1キロあるんで、うん、それはでも3キロとかはダート戦だとめちゃめちゃ大きいです。伸び伸び走っております。馬が馬が馬が伸び伸び走っております。